どうも、流星です。今回ですね、ブルックを全力で使っていきたいなと思います。はい。メダルに関しては変わらず、防御が 54% で、攻撃が 70% プラス300の火力マックスになっています。はい。で、スキル1、2短縮ですね。はい。で、今回はちょっとね、先出しをキングでいこうかなと思ってます。まあ、メダルに関しては変わらず、体力が65%かな ?4% かなで、攻撃が 65% って感じになっています。っていうのも、原価今日ね、やっぱり C の優先度がものすごく高くなってるんですよね。なんで、ちょっと先出しでブルックだと、ちょっとね、ひっくり返すのが難しいってところあるんで、先にキングで旗取ってから、ブルックでね、もう全力耐久していきたいなと思います。まあ、パーティーによっては先にブルック出すかもしれません。まあ、なるべくブルック出したいですよね。はい。で、タグとしてアタッカーを右側のうちに、パラミシア船長、新世界最悪の世代です。最悪の世代でなるべく吹き飛ばして、アタッカータグつけて、もうゴリゴリでね、倒していきたいなと思います。はい。ブルックで、全力で耐久していくぞ。それでは、どうぞ!1試合目、お願いします。まあ、キドロがいるんで、まあ、C 大丈夫かなってことで、はい、行きたいと思います。取ってくれたら、もうすぐ行きたいよね。行ってくれてるかな。あ、おでんちゃんが行ってるのね。あ、じゃあ、どうなになるやろ。あれ、やられませんけど、取れるんかな。吹き飛ばしされた後よね、ちょっと。あ、ナイス、頑張ってくれてる。いいね、いいね、いいね、いいね。で、あ、ナイス。じゃあもう入りたいな。とりあえず8割作ってからぐらいかな。で、まぁ、ちょっとおでんちゃんの邪魔はしたくないんだよなぁ。で、こっち向かへん。あ、大丈夫?お、エース変わった。変わったんやったら行きたい。悲願打ってくれへん。オッケー、でかい。で、ここで、外で取る。ちょっと凍結上げていきましょうか。入れ。あ、入らへん。まあまあいいや、8割溜まった。オッケー。まあまあ1段階上がっただけで全然違うよね。で、もうこれで防御力。オッケー、もうちょっとずつ上げていこう。通常に合わせね。はい、で、ワン、ツー。あ、こっち向いてない。いい、ワン、ツー。ジャスト打って、当たれ。当たらへんか。まあまあいいね。で、あと無敵かな。こっち向いてない。あ、じゃあもうこのまま、ありがとうございます。通常振っていく?そうよね。あれ?なんでつけた?あ、びっくりした。えぐえぐ、それは。ジャスト取って、ワン、ツー。ワン、ツー。凍結当たるね、それ。オッケー。で、白ひげも削れていく。通常で合わせて。オッケー、白ひげも倒せた。まあね、エリアの中に入ってきたら、そりゃ勝てるわな。オッケー、じゃあ C は落ち着いてんけど、後ろ大丈夫そう?ため直そうか?ちょ、ため直すか。一旦ため直そうか。で、いける?いける?ちょっと、俺がやられてもしゃあないから。オッケー、じゃあ、ちょっと一旦ダメたから、まあ、おでんちゃん。あー、やられてな。でも離れれへんな。だって、これ、あ、エースデマットじゃない。待って。エースデマットじゃないや。これ通常に合わせときたい。あー、無理やったな。じゃあ、これはしゃあない。ジャストって。あー、大丈夫。もう防御仕上がってるんでね。はい。で、まあ、吹き飛ばしをちょっと残しつつって感じかな。で、後ろがちょっと心配かな。後ろがちょっとだけ心配かな。どうしよう。ちょっと一旦凍結上げる。オッケー。でもこれもマックスね。オッケー、ワン、ツー。全然いいけど、はい、凍結当たる。この距離やったら当たるよね。で、ワン、ツー。あ、もうそれ全然当たっとけ。当たっとけ。お、マジ握る感じ?剥が、で、これジャスト取って、通常で。オッケー、合わせとけ。後ろやね。あと後ろ。後ろ、あ、こっちか。え、でもこっち 150% 乗ってない?え、マジで?いや、握ろうか。頑張って、取ってほしい、取ってほしい。いけるいけるいける。で、いや、上1個上1本い、無理?外出して。いや、無理か。あー、耐えとんやけどな。無理、無理、無理。まあ、これはちょっと、しゃあないよね。2試合目、お願いしますって言っても、さっき言ったんですけど、2体ボットがいて、まあ、さすがに、ボツにしました。まあまあまあ、勝ったら、なんか使いたかったんですけど、さすがにね、1人2本旗持ってましたけど、なかなかきつかったですね。で、ちょっと一瞬スキル当たりたくない。あ、待って、雷吹き飛んでもった。あ、待って、旗の中入ってほしい。オッケー。全然凍結入らへん。じゃあ一旦下がろっか。入りたかったけどな。凍結上げてんけどな。あー、ちょっと待ってよ。旗の外で固めてあげたいところはあるんけど、無理?ちょっと待って。バジロンが当たりたくない。あ、ナイス!それはナイスやけど、
入ってあげたいな、入ってあげたいな。無理、ちょっと一旦トーク下げていこう。当たり当たり、あ、ない、オッケー、2個上がった、でかい、オッケー、十分に、あ、裏行かれと、待って、それはやばい。どうしよう、あ、これもう任せろ任せろ、もうあのニカちゃん後ろ行ってきて。そうそう、ニカちゃんありがとうありがとうありがとう、あ、任せてくれてて、後ろ頼む、あのおでんところ行ってって。ちょっと俺おでんには負けんねんけど、あの勝てんのよ、なんていう、あの全部破綻なくて止めてもらう可能性あるから、なんでちょっとそっちだけね、でデイリーね、ジャスト取って、ワンして、あ、ナイス、それナイス、ちょっと待ってよ、これ裏誰や、気取ろうか、あ、あ、ナイス、合わせれた、でかい、いやいやいいよ、あ、こう、もう任せてくれていいよ、あの気取るに関しては問題ないから、あ、後ろ行ったって、後ろ行ったって、ジャストって、キトロに負けるブロックはな、おらへんので、はい、凍結当たる、オッケー、ほんまに任せてほしいで、後ろ頼んで、後ろ頼む、でブースト来る前に落としておきたい、ワンツースリー、お、プクショー、好きすぎやろ、オッケーオッケー、で後ろ取れるね、オッケー、でかい、ナイス、いいねいいね、でここ俺が耐えたらもうでかいな、であとニカちゃんのバジランかな、でトッツか、ちょっと一旦固まってもらっとって、ブースト中はね、で一旦外出そうか、あー、うーん、それは全然問題ない、い、ニカちゃんがこっちか、待ってよ、ニカちゃんどこや、ニカちゃんこっち来たな、こっちやな、後ろ後ろやばいぞ、あ、大丈夫、いけるいける、ちょっと俺これ続いていこうか、あ、任せろ、マジで、じゃあ任せようか、で両方いける立ち位置でおろう、両方ね、あ、ここも大丈夫やな、じゃあちょっとここで止めといて、オッケー、止まった、あー、後ろも大丈夫やな、もう抜かれへんな、よし、じゃあここで耐えろ、うーわ、もう十分、オッケー、ナイス、いやー、ありがとう、まあキドロもしっかり見れるブルックがいい感じだったんじゃないでしょうか、ありがとうございました、3試合目お願いします、ちょっと3試合目はキングでいきたいと思います、なんかなあの7番さんの裏キングやったんですけど出さへんっていうね。どういうあれか分かんないですけど、オッケー、じゃあとりあえず取ってまおうか、とりあえず取ってま、危ない、いや、 ありがとうねけど、耐えれる、待って、とりあえず破綻中、とりあえず破綻中、ああ破綻中入っていける、でよろけへんな、待って、耐えよう耐えよう、ディフェンダーが来るまで、ジャスト入って、待って、ああ耐えれと、いやー待って、破綻中入ってよ、オッケー入れと、あ、オッケー、キング落とすのでかい、じゃあちょっとこれ後ろの引き付けいって、キノロとか4に削っときたいよな、待ってよ、オッケー、もう十分で、こっち抜けようか、ああスキル使わせて、ね、でかいな、でも C 耐えてな、マジで C 耐えてな、オッケー、これで十分、オッケー、8割溜まった、んー、あとは握られんな、握られんな。で俺が入ったらでかいな、後ろ後ろか、ちょっと待って、誰や、 A ですね、 A ですね、あー、ほんま取られて、取られんとって、なんでーなんでー。取った意味よ、頼む頼む、耐えてくれ、ワンツー、あ、全然怖くない、オッケー、凍結入った、まあエースヤマトはね、ほんまにあのね、どっちや、この無敵とかも全然当たっても問題ないんですよ、はい、まあ当たっていいところと当たったアカンスキルだけ抑えとったらええかな、防御力無視だけかな、もう無敵に関してはねマジで当たっていいんでね、うん、であとこれはもう任せていいか、あ、ナイス、でこれ立ち上がりちょっと待って、俺言っとくか、あんまこういうことしない方がいいと思いますけど、なんていうの、ここ、あ、マジで、あ、こっち飛ばへんか、じゃあ目は抜けよと見せかけて、と見せかけての、見せかけての、あ、当たってもか、旗の中入る前に行きたい、あー無理、じゃあエリアの中入ろっか、しゃあないな、あっぶね、それは見えてる、見えてるってか聞こえてる、ぶな、当たってもた、そう、これが当たったかんの、とあ、でっかでっかすぎやろ、オッケー、で、マンちゃん落とそう、オッケー、でかいでかい、でここ、ちょっと待ってよ、冷静に立ち上がり、オッケー、でかい、お、でも落とせた、後ろ大丈夫、後ろ大丈夫か、これちょっと待って、ニカちゃんに、あ、どうしよう、
こっち行こうか。せんな。待って待ってよ。取れてからでいいわ。ワンパンしよう。OK、ナイス。で、トゲ取るよ。OK、大丈夫。あー、ナイスじゃない。あ、もう勝ったな。え、うん、そこ 150% やろ。あ、じゃあ抜かれへんな。OK、ナイス。ありがとう、カメラ目線。4試合目、お願いします。4回ぐらい落ちてて、なんていうじゃん、あの画面。え、ちょっと、こっち任せろよ。任せろよ。え、来るなよ、キドロ。お、びっくりするぞ。お、そう、4回ぐらい落ちてまして、なんていうでしょう。充電じゃ、充電じゃない。なんや。え、待って、キドロでしょって取られるってどういうこと？頑張って、それ。なんか、これ以上落ちたらボット試合になります、みたいなやつが出てきたんですよ。なんで、ほんまにやばい。なんで、これ勝ちたいんですけどね。キドロ。あ、それ変わったらやばくない？大丈夫？あ、ナイスナイス。ナイス。それ、そうやな。回避遅延入ってないよな。ま、それを任せるで、任せるで。それな。それな。任せるよ。ごめんって。もう全然、そんな気になってないけど。みんな頑張ろうね。カイドウ、なんか可愛いな。待って、もうさ、なんか充電殴りせいでみんな動きおかしになっとる。俺のせい、これ。なんかしたるし。もう、やばいって、ほんま。そうだったら変、通常に合わせた。いい、オッケー。で、凍結まずね、上げていきたい。いい、ブースト中は固まっとってほしいな。あ、でかい。あ、じゃあもうブースト中は固まっとってもろって、もう一回使おうかな。オッケー。で、キープね。で、ワン、ツー。はい、ワン。ジャストって、はい、2個かわすな。オッケー。で、スキル溜まっな。で、通常に合わせる。オッケー。通常打たん系ね。で、凍結入ってほしいな。入ってほしいな。あ、でかー。もうじゃあこれ放置。放置放置。はい、で、これ、ワン、ツー。ワン、ツー。はい。全然大丈夫。4やろ。で、凍結当たるよ。さっき回避したもんな。オッケー。じゃあ、こっち後ろは任せてくれ。後ろは任せてくれ。もう、任せろよ。任せろよ。ワン、ツー。あ、ガンマナイフ来る？あ、こうへん？それ当たらへんよな。はい、ツー、はい、ワン、ツー。あ、変わるってことはもう大丈夫やな。当たる。いや、もう、白ひげ任せろ、任せろ。違う、違う、違う。まあ、任せろ、マジで。あかんで、タネもせずにどっか行く系？ね、もう、頼むからどっか取ってくれ。ブーストきたって息合わせようで、みんな。俺がここ止めようか？あ、もう、違うんだ、絶対違うんだ。絶対違うんだ。こっち行く？ゲットおらへんしな、今。待って。全然行けばへん。オッケー、取ろう取ろう。どっか取ろう。いや、もう、お願い、行けますね。無理？もう。ちょっともう一回行かせて。ラストお願いします。よろしくね。いやー、加藤で加藤で、で、なんでゲッターが。なんか歌ちゃんの方が、いや、いいよいいんやけど、気取るから歌にすぐなんか変えちゃうっていう。で、初手にじんってるやん。俺あそこ行く？いや、ありやけど。え、行けるかな、行けるかな。行ってあげようか。行かな、ちょっと。だって他取れてないしな。ニカちゃんに旗貯めるの任せて、行こう行こう、もうしゃあないわ。もう勝ちに行こう。ブルック二陣耐久とかやったことないけど。待って待って、離れんとって、まだ離れんとって、まだ離れんとって。こっち入ろう、入ろう。入りたくないんけど、正直。で、ちょっと待ってよ。旗の外で止めて、OK。で、待って、通常に合わせろ。いや、待って。ワン、ツー。いや、全然いいよ。いや、いいよ、いいよ。頼む、耐えてくれ。こりゃ手強いですよ。え、なんでそっち向いたん？もう嫌や。なんでなん、もう。もう信じられへん。絶対白ひげにタケ取っとってや。お願い、トロトロ、ほんまトロトロで。いや、全然全然いい。オッケー、取り返すだ。オッケー、でかい。痛い痛い、待って。とりあえず8割ためよう。ああ、なんか俺スライドしていっきょ。スライドブルック
いや、そんなん言ったら暇ないねん。ちょっと待って、8割ためよ。あって待って、で、裏裏裏で、そういう声よろしくね。あ、充電、あー充電 10%。 後ろ頼むで、後ろ頼むで、で、ブーストクリアンで、俺体力全然ないやん。これ貫通しちゃうよな、当たらよな、びっくりするわ。もう、なんか変わったんかもと。ジャストで、オッケー、7割切った。待ってよ、ちょっとずつ削っていけ。立ち上がり、オッケー、でかい。よーし、エスエマと倒した。よー、耐えたわ、ブースト中にね、裏耐えてな。ね、俺ちょっときついやな、もうスキル玉落とし、スキル玉落とし、またコン取って、またコン取って、ほんまにコン取ってほしい。オッケー、回復できた、でかい。いけいけ、耐えろ耐えろ。なんで裏、待って待って、これバジュラグ持っちゃう、あっぶな、バジュラグも取った。ギガントだけ、いや待って、いやもうここカウント合わせて削れ。後ろ頼むで、後ろ頼むで、こっち耐えろ、生かすな生かすな、で後ろ頼むからお願い、耐えて耐えて。いやここ全然大丈夫、オッケー、勝ったんじゃない、頼むオッケーもうしんどすぎる3分で、あー MVP 来たはい、どうだったでしょうか。まあ逆転力がねないってのは、そうディフェンダーなんでね、まあそれは認めます、認めますけど、旗を守るっていうのに関してはもうぶっちぎりかなと思いますね。あ、白ひげより守れるシーンも正直ありますし、キドロからに関してはマジで強いと思います。でやっぱり後ろはゲッターがいいかな。玄関強マシーの取り合いとかなってくると、キングだったりフランキーだったり、まあ初手すぐ行くって言ったら、まあフランキーの方がいいかなって思うんですけど、まあキングもかなり優秀だと思うんでね、ぜひ使ってみてください。はい、いい感じのブルック届けれたと思います。またね、まずブルックの動画上げていきたいなと思います。それでは皆さん、またね、よほほー。